ミニストの山口剛です。今日はこの時間一般質疑ということで、先ほどは投資協定あるいは社会保障協定の質疑でしたけれども、ぜひ世界全般を見渡していろいろとどういうふうになっているかをいろいろと教えていただきたいと思っています。今日はわざわざ JBIC の渡辺さんにお越しいただきました。今世界の中でこの金融が持っている意味っていうのは国際政治の中で非常に大きいと思いますので、私は今日は渡辺さんからぜひ元財務官だったというそういうバックグラウンドも踏まえながら教えていただければと思う趣旨で、お忙しいところ来ていただいて本当どうもありがとうございます。今お配りしてあるっていうか、参考のためにこのロイターの記事を手元にあると思うんですけれども、この記事について順番に教えていただければありがたいです。表題は中国は不良債権処理や年金支払いで米債売却の可能性、渡辺 JBIC 副総裁というふうになっています。でその中で2行目に中国が銀行や地方政府の支援や年金支払いのために米国債の売却を検討する可能性があり得ると指摘されたということが出ています。この辺について渡辺さん このご所見をさらに復元して教えていただければと思います。お願いします。はい、株式会社国際協力銀行渡辺宏代表取締役副総裁。お答え申し上げます。その前に、これから申し上げることは特段国際協力銀行の役員としてということではなくて、私の個人的見解ということで述べさせていただきますけれども、このロイターの記事は25分ぐらい喋ったものをまとめてありますので、そういう意味で少しつながりが直接的になっているかもしれませんけど、表題に即して申し上げますと、まず中国の場合には今世紀の初めにかなり銀行の不良債権が積み上がっていたんですが、その後中央政府が努力をして引き下げをしていったんですが、やはり2008年のリーマンショックの後に中国も景気を刺激をしなければいけないということで、地方政府がさまざまな投資をやり、あるいは中央政府も国債の発行をしてまで投資を行ったわけですけれども、それが必ずしもその効率のいいところに回っていただわけではない。それから地方政府の場合、若干その後惰性がついてですね、もうそろそろやめてもいいようなタイミングであってもなおかつ投資を続け、でその時に地方の銀行あるいは中央の銀行の地方の支店に、ある程度一緒に金を出せという形でですね、資金手当の割り振りをしたものがありまして、これがかなり今その不良債権化しているのではないかというふうに言われております。で銀行業監督委員会の方でもすでに2005、6年に比べるとかなり比率が上がっているということが言われておりますし、外の方の見方は多分中国政府の発表しているものより何倍か多い不良債権があるのではないかということが言われているというのがまず一つございます。それからもう一つは年金でございますけれども、中国の場合は日本と同じような形で高齢化がかなり進行しておりますし、特に一人っ子政策を取っていたということから、ある程度の時期からはかなり日本より早めに高齢化が進んでいくということになりますと、年金制度も作り上げられているわけでありますが、その制度を作りましたのが比較的遅かったものですから、過去においてまだその支払いがないときにどっと積み上げておいてそれを取り崩していくという日本型の期間というのはそう長くは取れないと、かなり早くその年金の支払いが始まった瞬間からいわゆるペイアーズ融合で毎年払うものは毎年調達しなければいけないという時期に入ってくるということが予測されております。でその時にもちろんその若い人から保険料を取る、あるいはその増税をするということもありましょうけれども、必ずしもそういうことが許されない場合にはですね、何らかの形で調達をしろというプレッシャーがかかってくるだろうというふうに言われておりまして、で一つのやり方はどこの国ともそうですが、とりあえず国債でということを考えるわけでありますけれども、国内的にこれからさまざまなことをやるのに、その国債の発行をそういう年金の支払いだけに回せるかどうかということについて、若干懸念がある。それから国内で調達をするのか海外で調達をするのかという、そこの選択はあるわけで、とりあえず今のところ中国についての信任というのはあんまり崩れておりませんので、今世紀に入ってから
かなり大規模に海外で国債の発行をしておりますけれども、最近少し中国の今後の政治あるいは経済情勢について懸念が示されている中で、国債の発行が外でもなかなかしにくいということになりますと、その年金の支払いに必要な資金の調達を保険料の引き上げあるいは増税あるいは国債の調達ということで必ずしもうまくいかない時期が来る恐れがあるというふうに言われております。でそうなりますと、まあ、どこでもよく議論があるんですが、あの外為の方の準備の方を結構今持っております。あの公式ベースでも4兆ドルありますし、それからすでにあの CIC やなんかに委託したものも含めれば5兆ドル近く持っているわけなんですが、これを使えという話は必ず出てくるだろうということがあります。で特に中国の場合はすでに銀行の不良債権処理については今世紀の初めに外順から資本注入をするということをすでに先例としてやっておりますので、そういうことが、まあ、あの、あり得るというのはかなり高い角度でみんなが懸念しているわけでありますが、そうなりますと外順を売るということはかなりの部分を米国債で持っております。もちろん日本の国債も持っているわけですが、まあ、圧倒的なウェイトは米国債を持っておりますので、その外貨準備を使ってそういう年金の支払いあるいは不良債権処理のための資本注入のために資金を使うということになりますと、その段階において米国債を売るということが起こってくる可能性がある。まあ、それをなるべくそのやらない、あるいはやるにしても非常にいわゆる秩序だってそのドカッとまとめていることなしにマーケットをあの散らさないようにしてほしいという話は、まあ我々もあるいはすでにアメリカ政府も中国としているわけでありますが、まあ、そうは言っても切羽詰まったときに何が起こるかということについては我々としては少し準備をしておかなければいけないということで、少なくともあの先進国側のマーケットを持っております G7 等においてはそういうことについてもある程度頭の体操というか準備をしておかなければいけないというのがここで書いていただいた趣旨でございます。長くなりましたが申し訳ありません。山口剛君。2段目のところに、まあ、3段目ですか、渡辺副総裁は中国経済について銀行の不良債権が増加し地方政府も赤字が出ており中央政府が補填する必要があると指摘、また今から 1,2 年先には積み立て不足の状態で年金の支払いが始まるとし資金調達手段が課題になると指摘、中国経済の成長率が鈍化すれば中国が債権を発行しても国際投資家がどの程度買うか不透明なため外貨準備の米財務省証券を売ることがあり得るとし、国際社会としての対応を G7 などでまとめて議論する必要が出てくるとの見方を示した、まあ、今あの説明を聞いたところはまあこの部分ですね。この米財務省証券を売ることがあり得るというのはこの部分が私の一番目を引いたところです。どういう根拠でこういう見方ができるのか少し私にはわからない面があるので、相当なこれはメッセージだと思います。これをやるということのインパクトは米ドル基軸通貨体制にも関わるんじゃないかと思います。その辺はいかがでしょうか。渡辺博士参考人。お答え申し上げます。今申し上げましたようにその資金が不足をしたときにその4兆ドルあるいは5兆ドルという形で積み上がった外貨準備を使えという判断をしたときにはその外貨準備というのはまさに外貨で持っているわけでありますからそれを人民元に変えなければいけないという手続きになるわけですが、でそのときには持っている外貨建ての債券あるいはその他の資産のものを売却をするというメカニズムになるという意味で言いますと、やはり先ほど申し上げましたようにかなりのウェイトのものが米国財務省証券であるということは彼ら発表はしておりませんけれども、あの世界の金融市場ではそういうふうに思われているというところから、まあ、そういうことが起こってくるというふうに、まあ、私どもとしては思っているわけであります。ただあのその場合にどういう形で売却をするかあるいはそのどの程度のマグニチュードでその毎月あるいはその毎四半期ごとに売却するのかによってマーケットに対する上かなり影響は違ってくるわけでございますけれども、やっぱりそういうことについてはすでに世界の市場特に債券市場が非常に今ナーバスになっているといいますかいろんな情報で振られる状況になりやすくなっているところもございますので、まあ、そういう面については実際に売り始めてから起こってくることとそれから売るだろうという思惑がもう少し高まってきたときに起こること、そういうものを瞬別して少しあの我々として対応していくことが必要だろうとそういうことを申し上げたつもりでございます。山口剛君。中国がお金が足りないからアメリカの国債を売る、これはどういうエビデンスに基づいて の, この観測なんでしょうか。
渡辺宏参考人。その必ず売るという意思決定をしたかどうかということについてのエビデンスを私は持っているわけではございません。で、今申し上げたような形で、その国内の資金調達を補完するために外貨建てで持っている資産を売却するというときには、今申し上げたようにそのかなりの部分が米国財務省証券でありますので、それが売られる可能性が高いだろうということであります。ただ先ほど申し上げましたように、その外貨準備の中には日本国債も持っているわけでありますから、それについても売られるということはもちろんあるとは思いますけれども、今中国が持っているそのいわゆる外貨建ての構成の中で言えば、やはりユーロあるいは円建てで持っているものに比べて米ドル建てで持っているものが多い。でその時にはやはり最もその深みのある債券市場を構成しておりますのが米国の財務省証券でありますので、長いもの短いものも含めてかなりのウェイトで持っているということが今推測されておりますので、売られる時にはそういう意味では米国財務省証券のシェアが大きいだろうということですので、米国財務省証券だけを狙い撃ちして売るというつもりで申し上げたつもりはございません。委員長。山口剛君。アメリカの国債を売るということに、これは多分論理的というか、むしろ渡辺さんの頭の中で考えられたんだろうなと、今の話を伺ってエビデンスということではなくて、渡辺さんの頭の中で考えられたんだろう。その場合に世界の金融システムへのインパクトは、その言葉以上に重いものがあるように私には見えるんです。その辺はいかがでしょうか。渡辺宏参考人。お答え申し上げます。それはまずその実際に売りに出るかどうかということと、それが起こるタイミングがどういうことかということだと思います。で、仮に今日現在そういうことが起こったとすれば、先ほど申し上げましたように、世界の債券市場非常に今ナーバスになって、でかつそのボラティリティも高くなっておりますので、そういう時にもしアクションを取るということになれば、かなりのインパクトが出るのではないかと思っております。昔我が日本国の橋本総理大臣が若干それに類したことをおっしゃったときに、ニューヨークの市場が大きく荒れたと。で、実際には売らなかったわけでありますけど、それだけでもニュースでもそれだけ動くということがありますから、今のようなマーケットでいきますとかなりインパクトがあると思います。ただアメリカの経済自体はこれからどういうふうになっていくか分かりませんし、とりあえず私は今年来年はアメリカの経済は比較的堅調だろうと思っておりますの で、そうなればいわゆる米国債の中の国内市場へのインパクト、いわゆるプレッシャーというのはかなり弱まってくるということになりますと、アメリカの債券市場がそれなりの強みを持ってくるというときには、マイナスのインパクトは小さくなると思います。ただそれでしましても、その先ほど申し上げましたように、その何兆ドルも持っているものがどれだけ出ていくかということの思惑というのは、マーケットは先走りをしていろいろ考えるということになりますと、それについてはある程度冒頭に申し上げましたように、そのオーダリーにある程度こうまとまった金額をドカッとやるのではなくて、少しこう散らしていくとかですね、そういう類のメッセージを出していかないとマイナスのインパクトがあるだろうということで、非常に処理を間違ったり、あるいは全くこう切羽詰まって突然何かやるといった場合には、かなりのインパクトが債券市場に出てくるということは、まさに委員ご指摘の通りだというふうに思っております。委員長。山口剛君。このメッセージが、私は某銀行のナンバー2の方、別に他の方が言われるんであれば、私はそんなに注目しなかったんです。ただ元財務官でおられる渡辺さんが発言されているので、相当なこれは重みがあるなということで、私は注目した次第なんです。ドル基軸通貨体制にも相当なこれは影響があり得ると思うんです。今中国が一番アメリカの国債を持っているわけですよね。昔は日本が一番持ってましたけど、今中国が持っている。ドル、いわゆるドルについても同じですけどね。そういう意味で、その中国がこうだろうというメッセージを日本の中から出てくるっていうことについてのインパクトっていうのは、いろんなものがあるんですけれども、先ほど私申し上げたドル基軸通貨体制についても、これは大きな影響があるんじゃないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。渡辺宏参考人。で、
割合短期的な影響としてはですね、その通貨の強さあるいはそのランク付けということに影響はするというふうには思っておりません。つまり何が基軸通貨であるかということは全体としての使い勝手、それからそれぞれの通貨の今の力ということをベースに考えますので、その仮に売られたときに米国のその証券市場がそれが引いては為替に影響が出るにしても、じゃあ今ドルに代わる基軸通貨というものが世の中に存在をしているかということになりますと、そこはちょっとまだ変わり得るものがないのではないかと。2005、6年にはなんとなくユーロが非常に強かったので、あの時には、まあ、ユーロが単独ではないにしてもデュアルで2つ基軸ということがあり得るということを思っていた人も結構いますけれども、実際上その後のユーロの動向を見ていますとなかなかそうはならない。じゃあそれに代わって今時々中国のその担当者が2040年あるいは2050年にはそのドルに代わって人民元がということを言っておりますけれども、先ほど申し上げたようにもしその米ドル債を売らなければならない状況になっている時の中国の経済の強さというのは多分かなり悪くなっているわけでありますから、その時にその国の通貨である人民元がドルに代わって基軸になるということはなかなか考えにくいと。ですから私はまだしばらくですね、基軸通貨としてのドルというのは存在すると。でこれは昔ポンドが基軸通貨であってそれがドルに移行していったわけですが、そのイギリス経済が世界のナンバーワンから落ちてもその後30年ばかりはポンドが中心で動いていた、それがやっとドルになったという経緯がありますので、そういうことから言いますと今でもまだアメリカ経済というのがナンバーワンで、これがこのままうまくいって中国の成長率がまあ 6%、7% 続いたとしても2030年、40年でやっと中国が並ぶということから言ってですね、その段階において直ちにそのドルの基軸通貨体制に影響があるというふうにはならないと思ってますが、ただ私は前から申し上げているように非常に脆弱になっているドルですから、あんまりドルをいじめないような形でですね、みんなで大事にしてやっていく、これが多分今の国際通貨体制の一つの道ではないかと。でその中でどういう形の通貨のものを入れていくかということについて改めて協議はしなければいけませんし、もしどうしても単独通貨というのが非常に不都合であるということであれば、いわゆる SDR のようなものを新たにこう作り直していくことによって世界のいわゆる標準通貨単位というものを考えるということを改めて考えなければいけないというふうに思っておりますが、今回の私が申し上げた中国が財務省証券を打つことによって直ちにドルの優位性あるいは基軸通貨性が損なわれるというふうには思っていないということでございます。委員長、山口剛君。まあ、渡辺さんとしてはそういうところまでの影響は与えたくないというお気持ちを今言われたんだと思いますけど、ただアメリカは、まあ、国防予算も凄まじい額を減らさなければいけないほど例のこの議会と行政府とのやり取りの中で、まあ、切羽詰まっているわけですから、まあ、この辺のメッセージの持つ意味っていうのは非常に大きいものがあり得るという心配を私はしています。先ほど言われたように、まあ、中国がいろんなことを言ってますね。2009年の3月でしたか、習小泉さん人民銀行の総裁がもう SDR でやろうかというようなことも言ってました。私はあれ去年の3月でしたか、メキシコで G20 の外務大臣会合があったときに、まあ、私も代理で行かせてもらって、でその時にいろんな外務大臣が、まあ、堂々と言ってたわけですけれども、ある大臣はドル基軸通貨体制は死んだと、デッドと。いや相当なメッセージだなと。実は他の外務大臣からもそういう発言がかなり相次いで、まあ、そこにはクリントン女子が国務長官でいたわけですけれども、まあ、世界の動きっていうのは確かに今の国際通貨体制で大丈夫だろうかという気持ちをひた隠しに隠しながらとりあえずドルでもってやっていこうかということだと思うんです。まあ、我々も円高で相当悩みました。でこれも現実には国際通貨体制のある意味で弱みが出てきているようにも思います。でこれからじゃあ円安傾向が続くかというと必ずしもそうは言い切れない面があると思うんです。日本が国債たくさん発行すれば国債の価格が下がって利率が上がれば円が高くなるということは大いにあり得るわけですから、そういう意味でこの国際通貨体制をどういうふうに持っていくのか、ドル基軸通貨体制だけで大丈夫かという気持ちは確かにあると思うんですね。でただまあ他に変わり得るものが今のところはまだないから、じゃあとりあえず
ただ、まあ、この中国がアメリカの国債を売るっていうことに、このメッセージっていうのは相当ないろんなインパクトがあると思うんです。で、例えば米中サミットが行われましたけれども、まあ、米中っていうのは我々が思っているよりも相当近づいてる、あるいはさらに近づいたと見た方がこれは正確な見方なんだと思うんですね。で、その際に、まあ、これはあの渡辺さんにもう少しちょっといていただいて岸田大臣に、ね、お聞きしますけど、要するにこれはある一つの見方は中国包囲網作戦っていうのは必ずしも功を奏してなかったんだと。要するに中国はもう我々は例えば我々っていうか私の発想は少し違いますけれども、あのミャンマーあるいはインドを手当てし、まあ、中国をある意味でこう囲むような発想があったのかもしれません。しかしそれはもう完全に中国がそれを打ち破ってアメリカとがっちりくっついてると、まあ、正直日本の総理の位置よりも相当中国の位置は今アメリカと近いですね。で、その中で図柄としてはこういうことじゃないですか。韓国の大統領のパクさんがこの間ワシントンに行って相当これも距離を縮めてきたと。それから中国の習近平さんが今回オバマさんと会ってもっともっと距離を縮めたと。それから今度はパクさんが中国に行くっていう話がまあありますね。で、中国は韓国にとっての最大の貿易のパートナーですから、まあ、そういう意味でいろんなつながりを強くしようというのはある。じゃあ韓国とアメリカ、中国とアメリカ、韓国と中国、この3つがものすごく連携を強めていると見るのも非常に私は客観的な見方だと思うんです。じゃあ日本はどこ行ったのかと。米中韓で戦略対話をやっていこうという話が今回の米中の中であったやにアメリカからも聞こえます。なぜか日本の報道にはなくて共同通信が一つ流しただけです。この辺について岸田大臣、日本がこの中国囲い込み云々っていうのはどっちかというと時代遅れじゃないのかと、もう少し違う見方をした方がいいんじゃないのかというふうに私なんか思うんですけど、いかがでしょうか。外務大臣岸田文雄君。まずあの元より我が国のこの外交政策は、まあ、特定の国をまあ囲い込むとか、そうしたあの特定の国を念頭にこの外交を進めているわけではありません。この大きく変化するこの安全保障をはじめとするこの戦略環境の中で、やはり基本的な価値あるいは基本的な利益を共有する国々としっかり連携をしていく、これが重要だと考えております。そういった中にあって、この関係国がさまざまな意思疎通を行う、対話をしていく、こういったことは地域や国際社会のこの平和や安定のために資する動きであり、これは歓迎すべきことだと思います。その中にあって我が国の立場ですが、我が国も今申し上げました方針のもとに、日米同盟をはじめこの関係国との意思疎通に努めているところであります。日中関係あるいは日韓関係、こうした二国関係の関係の中に関係にあっては事実難しい局面も存在いたしますが、こうした国々とも個別の問題をこの大切な二国間関係全体に影響を及ばさないように、しっかりと大局的な観点でこのコントロールしていかなければいけないということで努力を続けています。そして環境ですとか安全保障あるいは北朝鮮などさまざまな具体的な課題においてこの意思疎通を図っているところであります。我が国だけ何か外されているというようなことではないと考えております。委員長、山口剛君。大臣、国会答弁ではそれでいいんです。だけど実際に外交を進める中ではもっともっと敏感になっていていただいた方がいいと思います。で、それは今オバマさんと習近平さんが遠いと思っている人は世界で一人もいません。で、現実にその近さっていうのは相当なものがありますよね。単に中国がアメリカの国債を一番たくさん持ってるとか、そういう次元をはるかに超えてますよね。先ほどドニロンさんの話も出てきました。彼は今回卒業するようだけれども、私も太平国でさんはこの間その国務委員の時に相当長い時間、3時間ですけどね、ずっと話した中で、
やはり彼らドニロンさんとも相当話してるんですね。これ例えば1時間とか2時間じゃありません、数時間ですね。だから私の3時間っていうのも11時から2時だったから、まあ、昼飯抜いてやったんで、そういう意味でもっともっと本当は長くっていうところだったんでしょうけど、私も飛行機がもうすぐ出ますんでっていうことでその場で打ち切らざるを得なかったけれども、ものすごく意思疎通ができてるんですね、すでに米中は。で米中の戦略対話っていう時に閣僚がずらっと並んで、中国もずらっと並んで、日本と中国の間でやってる、あるいは日本とアメリカの間でやってるものとは桁が違います。で中国のアメリカに対する思い入れも相当大きい。で、まあ、今回誰がこの習近平さんとオバマさんに演出していったかって話も全部分かってるけれども、それ中国側の思い入れっていうのは凄まじかったですよ。でその人を私は外務省に紹介したつもりだけれども、なかなか今そのことが実ってないのは非常に残念ですけどね。そういう中でね、この中国との対話を外務大臣としてどのように切り開こうとしているのか、安倍総理が対話の窓は開かれている、これアクションではありません。どういうふうにアクションを取っていかれようとしているのか、向こうからメッセージは相当出てきてますよね。もう対話もういいんだと、やりたいと。もう先ほどの岡本さんだったかな、質問の中でも中国交戦の動きが少し意識的か無意識的か少なくなって、まあ、これもあるんでしょう。だからそういう意味で日本としてどういうふうにそれに反応していくかということは外交の基本の一つです。窓が開かれているというメッセージだけでは私は足りないと思うし、それ以上の気持ちを岸田大臣は持っておられると思います。どういうふうに開こうとされていますか。外務大臣岸田文雄君。日中間に関しましては、まず現状この政治のレベル、高い政治のレベルでの対話が実現できていない、これは事実であります。ぜひこの安倍総理も繰り返しておられるように、対話のドアはオープンである、こうした対話については我々はしっかり前向きにこの対応していかなければならないと思いますが、そのためにやはり環境整備が重要だと思います。こうした高いレベルでの政治の対話を実現するためのこの環境整備をまず考えなければいけない。そしてそのためにこの日々積み重ねを今行っております。具体的な課題、環境ですとか安全保障ですとか、こうしたこの課題においてこのさまざまなこの日中間の意思疎通、そして対話を積み重ねているところです。こうした具体的な課題のこの意思疎通対話を積み重ねながら、しっかり環境整備を行い、そしてその間もさまざまな外交ルート、さまざまなレベルにおいてこの意思疎通を図りながら環境整備を図り、そして政治レベルでの対話につなげていきたいと考えています。委員長。山口剛君。環境整備ということで、今いろんな日中間投資協定を踏まえた今度は FTA の話とかいろんなことを今思い浮かべられているんだと思いますけれども、必要なのは政治のリーダーシップなんですね。政治家としてのメッセージなんですね。この部分が環境整備で役所の人にやってもらうというのは、それはもう一番大事なことの一つです。だけどももう一つは岸田大臣あるいは安倍総理からの会ってみたいというメッセージがどうしても私は大事だと思ってます。今はどっちかというと、先にロシア行こうかと、先に中東行こうかと、先にミャンマー行こうかと、順番に中国韓国を避けながらずっと来てるっていうところが私には少し気になります。でそこにやっぱり政治家としてのメッセージが必要になってきてると思って差し支えないんじゃないかと思うんです。そういう意味でこの岸田大臣として先ほどはまだ国会答弁の、正直役所が用意した答弁の枠の中で答えられてますけれども、やはりそこはもう少し切り開いていかれないと、中国はすでに日本の頭越しにアメリカとぐっと近くなってます。そこら辺はやっぱり見ていただきたいなと思うんです。で、この渡辺さんにですね、私はお聞きしたかったのは、米中がそうやってぐっとなっているときに、このアメリカの国債を中国が売るんじゃないかというのは、むしろアメリカにしたら、ちょっと俺そんなこと本当やられるとすごく困っちゃうなという気持ちを持った人もおられると思うんです。渡辺さんはそういうことは望んでないんだということを、先ほどお聞きしましたんでね、それはそれで分かりました。そういう意味でこれからどういうふうに持っていくかという中で、
G8 の中でもこの尖閣のこととかいろいろ心配していると思うんですが、アメリカはもう日本と中国、韓国が仲良くしてくれよと、 TPP とかいろいろ日中間とかいろいろ合わさった中でアジア太平洋で経済盛り返したいんだからと、自分たちの経済も盛り返したいんだからというふうに思っていると思うんですね。だからそうするとこの TPP についても中国が相当前向きになっているという話もあるんです。でそれはあの大臣の耳にも入っていると思いますけれども、中国がこの TPP について前向きというのは、私自身、ま、あの党の中でいろいろとまとめていたときに、いや俺たちが決断しないと中国は絶対入ってくるぞというところで話したこともよくありました。それがやっぱり現実だったんだなと。中国の気持ちとしては TPP について何も敵視していないどころか、あるいは自分たちがこの阻害されるというふうに捉えているどころか、むしろ中国の中で習近平さんがこれからあの腐敗をなくしたり、いろいろいわゆる改革をする中で TPP というのはむしろいい開発になるだという議論すら出てきているわけですね。だからそれを考えると、日本としてこの中国とアメリカがぐっとくっつき、あるいは韓国とアメリカがものすごく距離を縮め、あるいは韓国と中国がさらに首脳会談をしようとしているときに、日本がどういう手を打つかっていうのは非常に基本的なことですから、その辺を岸田大臣さらに考えてくださいということです。でそれに関連してですけどね、あの G8 のサミットで今度戦場における女性っていうのが議題になるやに噂で聞いてるんですが、その辺はそういうことなんでしょうか。岸田文雄外務大臣。先日 G8 の外相会談がロンドンで開催されました。私も出席をさせていただきました。今年の G8、議長国はこの英国でありますが、外相会談の場でも、ヘーグ外相の方から、この女性のこの人権、紛争時におけるこの女性の人権に関して大きな関心が示され、そしてこの議題の一つとしてこの取り上げていく、こういった意向が示された、こうしたことはありました。委員長。山口剛君。外交的には例の韓国の、あるいは他のところもありますけどね、慰安婦の問題とそれが結びつかないように幕仕分けをしていくことが極めて大事だと思ってますけど、どうですか。岸田文雄外務大臣。その点に関しましては、日英外相会談の場で時間をかけてヘイグ外相と話し合いをさせていただきました。こうしたヘイグ外相の関心はあくまでも、現代そして未来に向けて、この紛争の中で女性の人権が損なわれている、こうしたことに対して国際社会としてどう取り組んでいくのか、こうしたことであるということでありました。我が国としてもそうした考え方このに賛同し、ぜひしっかりと努力をしていきたい、こういった意向もしっかり示させていただきました。委員長。山口剛君。今私が申し上げたことを踏まえてそのようにするんだという答弁だと思いますから、そうしてください。で特にこの慰安婦の問題というのは白人の問題が関わっているんだと私は思っているんです。というのはインドネシアがオランダ領だった戦時中に日本軍が行って、でそこでオランダ人を一ところに集め、17歳の以上の女性は別ところに行くと、それで、現実に慰安婦になって、それ強制性がなかったなんてのはもう全くの虚構ですよね。白人のオランダ人が応募して、あるいは経済的に困って日本への相手はしません。だからそういう意味では強制性があったかどうかなんて争うのはもう愚の骨頂ですから。で特にアメリカがものすごくきつい反応をするのはオランダのこの慰安婦の問題がそこの向こうに隠されているからなんですね。だからこれある意味でいろんな人の知恵でパンドラの箱をこう閉じているわけですから、だからそこは今岸田外務大臣が、ね、言われたように未来に向けて考えていくというところに焦点を当てて、
行く方が私は外交的には極めて賢明だというふうに思っています。オランダのこの話、インドネシアの話についてはいろんな話が隠されているように思いますけれども、例えばイギリス人の慰安婦も本当はいたんだと、だけどイギリス人の名誉にかけてそんなことは認めたくもないというところでないことになっている、でも現実にはあったという話もまあ、あるわけですね。だからそういう意味では韓国のあるいはフィリピンの話だけではない、このある意味で我々がこのむしろ伏せている話、人種間の話っていうのもそこに隠されているように私には思いますから、ここはもう極めてデリケートな話としてこの間をかいくぐっていただきたいと思うんです。まあ、岸田大臣というのは私とは考え方が似通っていると私は思いますけど、まあ、政権全体としてね、そういう方向に向かうように外務大臣のリーダーシップを私は期待したいと思いますが、いかがでしょうか。岸田文雄外務大臣。過去歴史においては、多くの戦争があり、その中において多くの女性の方々の人権が損なわれてきました。ぜひ、21世紀はこの人権の侵害のない世紀にしなければならない、そういった思いで我が国はこの平和外交を進めてきております。ぜひそういった思いで未来に向けて我が国としてもこの人権を守るために努力をしていかなければならないと思っております。慰安婦の問題については、筆舌に尽くしがたい辛い思いをされたこうした方々のことを思いますときに、本当に心から胸が痛みます。こうした思いは歴代内閣とともにこの今現内閣も共有していると考えております。委員長。山口剛君。渡辺さん、今日はお忙しいところをわざわざおいでいただいてありがとうございます。大事な話たくさん聞かせていただいたと思いますし、本当感謝します。以上で質問を終わります。